2曲目が石狩鮭サンバです。それでは踊り子入場。あれ意外とまだ少ないですか？まだ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 皆さん来れますよね。踊り子の方ぜひぜひ、あの途中乱入大歓迎でございます。あ、来てくれてありがとうございます。さあこれから踊っていきますよ。イシャリさんお帰りなさい、ありがとうございます。どうも、皆さん覚えていますか？数分前にのりこがいた花粉前の MC チャキです。よろしくお願いします。のりこですよ。さあどれがのりこかな、みんなもう覚えたよね。はい、のりこはさておき、はい、さておかない、はい、秋田の総踊り曲いやさか秋田をまず1曲目踊らせていただきます。秋田の皆さんもそうでない皆さんもぜひぜひ一緒に盛り上がりやすい曲になっておりますので、身振り手振りで真似したり、今日は手拍子、そして秋田節、秋田節っていう民謡流れますからね。秋田出身の人いますか？結構いる、3万人くらいいますね。ありがとうございます。秋田のどこら辺なんだろうね。秋田の中央の人、県南の人、お、県南人、私と一緒ですね、この微妙な名前、すいません。県北の人いる、すごいグローバルですね。道のくよさこい祭りもね。おっと、あ、なんか2曲目の練習をしているチームさんもいるぞ。よし、じゃあみんなもう踊りたくてうずうずしているようですので、行きましょう。いやさか秋田、構え。わっ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 。さあ皆さんも楽しそうだなって思ったら一緒にその場でも構いません。ちなみに今がシャッターチャンスです。ぜひあの今のうちにあの構えている美男美女をこう撮っておいてくださいね。よろしくお願いします。少々お待ちください。はい、大変お待たせいたしました。それではミュージックスタートです。まだシャッターチャンスが伸びたようです。じゃあそのままちょっと屈伸して一旦皆さん体の方も温めておいてくださいね。はい、ではすいません、大変お待たせいたしました。参ります。はい、
脇役さん盛り上げ上手ですね。